選手。やっと皆さんが頼んでるビデオを撮りに来たね、今日。はいはい。今日のテーマは、私たちどうやって知り合って、で、最初のデートどうだった？じゃあみんな知りたかったね、一番、うん、どうやって知り合った私たち。あ、はい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 、知り合った方法はアプリ、恋愛アプリ、うんうん、バンボ、うん、バンブルっていうアプリで、うんうん、私もうずっとしてたけど、なんかいい人がなかったね、バンボル、うんうん、バンボルはベイビーとしか出かけてないと思う、うんうんうん、でベイビーが東京で働いて、で神戸に出張しに行って、でその間、うん、一回出かけてバンボロからね、バンボロで一週間ぐらい話したね。かもね。会う前、そう、いろいろなんか英語で話をかけられてね、覚えてる？アーケードゲームの。そうそうそう。ジェットコースターのことね。はいはいはい。私のプロフィールに、うん、ジェットコースターが好き、遊園地が好きとか書いてたね。でもベイビーが最初のメッセージね、うん、Hello, nice to meet you.何 Do you like arcade games? まあ多分そんな感じで聞いた。そうそうね、うん、で私なんでその急にそんな変な質問を聞かれるのって思った、うんうんうん、で Why? って聞いたらベイビーが You said that you like amusement parks、うん、なんとかね。でベイビーはゲームセンターって思ってたね。そう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 、 UFO キャッチャーとかああいういろんなゲームある。そう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 、あそこかなって思って、うんうん、でも英語でなんかこういうメッセージ送ってくれたの嬉しかった。あ、そうなん。そう。なんか本当に私と話したいね。だって私のプロフィールは全部英語だったね。そうか。そう、うん、ほとんど日本語なかったと思う。うんうん、で、その何、アーケードゲームとかジェットコースターの間違いをしてから、そっからずっと日本語で話してんな。そう。恥ずかしかったあの時。あかんわと思って。普通に日本語で話してもらおうと、うん、その方がスムーズにいったしね。そうね。いや私も間違えたかもね、いつもする今年、うん、日本語の間違いいつも、まあ、もう慣れたねベイビー、うん、そんな大した間違いじゃないし。でも間違えてもまあ分かるね、私が言いたいこと、うんうんうん、もう一心でいいしあるから、うん、そうでそこから 1週間経ってベイビーが誘った私ね、うんうん、あ覚えてる、コーヒーに誘った、なんか コーヒーでも行かないとか、うん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 、カフェでも行かない、うんうん、あーオッケー、行こう、その間なんかアミューズメントパークのことを話したらベビーが、あ私も好きって言って、で私、あじゃあ今度ユニバー一緒に行かない、うん、まだ一回も会ったことがなかったのに、うん、私がいたね、うん、あじゃあ今度一緒に行こうユニバーに、うん、でベビーが、あそれはカフェに行くときは聞こうと思ったけど、うん、聞こう、覚えてる？なんか思い出した何か思い出した、はいはい、はい、考えてたその時のが、うんうんうん、じゃあ今度誘う、はいはいはい、うんうん、だって最初のデートどうなるか分からなかったね。まあね、私せっかちだからね、もう早く行きたかったユニバの年パス持ってたからね。そうね、持ってたあの時ね、まだそう、うん、ああ懐かしいな、それ久しぶりになんか思い出したわ、うん、オムライス食べに行って、ベビーが食べたかったねオムライスで、うん、そこから食べに行って、でその初デートして、初デートからあの帰り道ベイビーが電車に乗る、はいはい、の帰り道、はいはいはい、歌ってるのを覚えてる、ずっと歌ってた2人で、あーだからハーバーランドから三宮までの道、うん、なんか夜のなんか多分最後の電車に乗ったね、だいぶ遅かったあれ。そうだから誰もいなかったね道、うんうんうん、で帰りながら歌ってたのを覚えてる、はいはい、覚えてる。好きな歌手がたくさんいるからね、うんうんうん、だからカリウスとかレギンの曲を歌いながら帰ったのを覚えてる、はいはいはい、踊りながらね、はいはいはい、あれは印象に残った。私あったね、うん、あの時、うん、そうね面白かったね。あのあと俺 JR で帰ろうとしたの、うん、JR ね、そう、でも事故かなんかで JR 止まってて No baby 違う違う違う、
あ、私が言った。ベイビーどっちがいい ?JR か阪急、うん、で、ベイビーがどっちが近いで、私、うん、JR が一番近い。阪急は三宮にある。はいはい、で、ベイビーはじゃあ一番遠い。あ、それね。はいはいはい。覚えてる？そうそうそう。一番遠いに行きたいから、うんうん、じゃあ三宮の方行こう。うんうん、言ってたんで、ベイビーは愛し、もっと長くいたかったから。うんで、その次は私キックボクシングやってて、キックボクシングのジムはベビーの近く、家の近くにあったから。そうそうそう、隣の駅かな。そう、そうそうそう。だから偶然っていうか、まあ運がよくなんか近かった、いつもね、うんうん、でキックボクシングの後ベビーと公園で遊んだりとか話したりいろいろ、うん、でそこからもう離れてない。そうやね、毎週ね、うん、神戸にいた時はね、神戸にいた時毎週ベビーが休みの日ね、うちに遊びに来て、で結局は出張を延長したね、うん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 、そうで最初は6ヶ月あ3ヶ月ね2ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらいから6ヶ月に延長して1月変えたね、うん、そうそう1月の頭ぐらいです。2週目ぐらいかな、うん、でも実は付き合い始めたのは10月からぐらいよ、ね、11月かそれぐらい、10月ぐらい、うん、遅かった。3ヶ月か4ヶ月はあとね、いつか付き合おうと思ってたのか、うん、だってベビーにしか興味がなかったの時ね、うん、他の人となんかもういらない、うん、ベビーは最初のデートから言ってたでしょ、覚えてる？最初初デートはもうベビーって言われたら覚えてるね。はい、はい、そうだから勇気を及んでる覚えがない私、うん、ベビーは確かに言ってたもん、そうベイビー、いつもベイビーベイビーで、その時はベイビーなんかもしなんか、うん、まだ私たち何もない初デートだし、なんかすごく楽しかったけど、うん、もし他の人と出かけたいならもう全然出かけていいし、私も出かけるから、うん、でベイビーがうん確かに興味ない。最初のキスはどうだった？はい。そうね、あ、よかったよ。で、オムライス食べた後にちょっと雨降ってたかな、雨降ってた、ちょっとだけ降ってたけども、まあちょっとな、めっちゃ降ってた、めっちゃ降ってた、でも最後はやんでたよ、うん、最後やんでた、で、まあ2人でね、傘さして、その三宮っていう駅からハーバーランドっていうの港のところまで歩いて、うん、いいんだよね、そうそう、で港のところまで着いて、でちょっとまあ散歩して、まあ、座ろうかなっていう前に、そのベビーの友達がいたね、ペレ、そう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 、うん、ペレのおかげでね、そうペレが「おお前ら何や、まあ」まあ知り合いね、ブラジル人の知り合いが、うん、なんか偶然に会って、うん、彼しかいなかったね、そう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 、ハバランド、彼と私たち2人、うん、3人で、うん、で話し始めて、彼もめっちゃ明るい人、うんうんうん、ね、で日本語でベイビーに話をかけて、そう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 、なんか私恥ずかしかったね、だって初デートだったけど、なんかめっちゃ仲良く だったから、うんうんうん、他の人から見えると多分なんかあもう長くつけてるかなって考えたね、多分今日は初デートって、うん、言ったら彼が、あじゃあキスしないとねってベイビーに言ったね、そう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 、でそこから多分ベイビーにスイッチ、うん、オンになったね、なんかあじゃあもっと積極的に行かないとね、そうペレが、あキスなんかもうブラジルの人はもう挨拶挨拶そうそう、だからまあまあまあみたいな、ペレがめっちゃ言ってて、そうそうそう、それがきっかけかな、うん、ペレがいなかったらじゃあ何もなかったのかな、なかったね、うん、そうそうできないね。積極的な人が好きだからね。そうそうでき、多分その日にキスしなかったら、うん、多分終わり方が違うと思う。あほんまにか、うん、うん。私は多分冷めるかも分からない。だってめっちゃなんか、うん、楽しみにしてた私。うんうん、なんかあこの人絶対この人って思ってたから、うん、多分キスとか何もで終わらなかったら多分このまま家に帰って、うん、なんかじゃあまあ友達ねって思っちゃうかも。うん、彼はそんなに私のこと気に入らないってよ。おもちゃをね、はいはいはい、そうなんか最初デートでキスしたい人もいるし、少ないんじゃないそんな人、初デートでキスしたい人、うん、海外は普通だけどね、あそうなんや、さっき映画見たのノッテンヒルの恋人でも、うんうんうん、そう違う、ね、あれは恋愛、あ違う、あれはデートじゃなかったね、あまあまあ、そうなんやね、まあ、そこもだから大きな違いじゃない日本と、あそうね、多分日本は絶対しないよね、絶対しない、
うん、私いつもしたけど、ほとんど、いや、まあこれも 100% じゃない、それはしたい人もいるから、うん、みんな絶対しませんとは言われへんけど、多分ほとんどの人はせえへん。したくてもしない、したなんかしない理由は、うん、まあまあ微妙、気持ちは微妙だからじゃないっていうこともあるしやろうしね、うん、多分女性側があんまりしたくない、うん、あ、まあ、相手のこともあんまり分かってないっていうのもあるし、うん、もっと何 careful、うん、日本人の女の人ね、 careful、 分かる、なんか慎重ね、あんまりこう、そうそうそう、すぐなんか、そうそう、好き、行こうってじゃないね、なんかもっとなんかゆっくりゆっくり、なんか、うん、3つ目のデートとかしかキスしない人も聞いたことある。まあでもそんなもんなんじゃないんかな、俺のイメージはね。デビューと他の人とデートした時は、いや、ないないない、そんな1回目とかもない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 、外国人の人もない、そこも大きな違いだね。うん、うん、面白い。まあこんな感じね、うん、私たちの、はいはい、高校生的な恋愛、うん、まあ今は東京で幸せな生活を送っていますもう一緒に生活してるみたいな、そんな言い方したら、そうそう、まあそんな感じね、ベイビー毎週会ってるから、うん、恥ずかしい、ベイビー Now? ここまで見てくれてありがとうございました。じゃあねー、じゃあねー、チャオチャオ。